黒髪の磯のチャンネルへようこそ。昨日の、インスタのストーリーを見てくれた人ならわかると思うんですけれども、今日はね軽く二日酔いでございます。はい。で今日なんですけれども、はい、ドン、アイハーブの先出しをやりたいと思います。はい。でこのアイハーブの先出しなんですけれども、今後もしかしたらメインチャンネルだけでやるかもしれないです。なんかこの黒髪のそのチャンネルはこう全く別のものを今後はやりたいなと思っております。いろいろ考えているので、まあお楽しみによろしくお願いします。ということで開けていきます。ホイトニー・ヒューストン、こんな感じでしょうか。はい、まずなんですけれども、ズドン、エクステンドの、追加です。はい、はい、これはランキング用ですね。はい、次、はい、ドン、これはねストロベリーマンゴーです。はい、変わったフレーバーだよね、ストロベリーマンゴーとか。でこれちらドン、これが普通のマンゴーのフレーバーです。はい、で次もうエクステンドだらけ。次ドン、でこれはストロベリーキウイでございます。で最後なんですけれども、これは、ちょっと変わったお袋に入っているホエイプロテインです。はい、こちらなんかこれ見栄えいいよね、かっこいい。はい、こんな感じです。以上です。はい、でそうそう、なんかアマゾンの方が安いのになんでアイハーブで買うんですかってちょこちょこコメントいただくんですけれども、まあそれはなんでかというとめんどくさいからです。こうなんかきっちりしたこう主婦の人とかだったらさ、なんかスーパーはしごしてパンはあっちの方が安いとか、あのなんかカレーのルーはあっちのスーパーの方が安いとか、こっちの方が豆腐は安いとか、こういろいろ回って買うと思うんだけども、そんなことしないから、もうアイハーブでまとめて買っちゃう、うん、だからアイハーブで買ってる、うん、だからエクステンド BC だけ安いからアマゾンで買うとかもうめんどくさいなと思って、あのアマゾンで買うのはもう主に雑貨、あと美容関係のものばっかりです。はい、でアイハーブでもまあ美容関係のものを買いますけども、それはやっぱりサプリとか、あとはこういうプロテインとか、まあ BCA とかね、そういう風な感じになるので、まあ、いちいちそのエクステンドの BCA だけ Amazon で買うとかっていうのはもうすごくめんどくさいから、もうアイハーブ開いたら、まあ、サプリメントとか、まあ、プロテインとかを買うっていう風な、もう俺の脳だからもうまとめて買っちゃうみたいな感じです。はい。別にアイハーブで買うのにこだわりがあるっていうわけではないですけれども、もうめんどくさいから買う。そんな感じです。ということで、まあこんな感じでまた来ましたので、これで全部揃ったかな、主役が。ランキングしますので、お楽しみにお待ちください。はい。それでは。